ルース・パークはニュージーランド生まれのオーストラリア人作家。パークはオークランドでスコットランド人の父親とスウェーデン人の母親の間に生まれた。家族は後にニュージーランド北島の南にあるテクイティの町に移り、そこで彼らは孤立した地域に暮らした。世界恐慌の間、労働者階級の父親はブッシュの道や橋で働き、運転手として働き、 政府の救援活動を行い、製材所のノコギリ校になった。最後に、オークランドへ戻り、市議会の労働力に加わった。家族はニュージーランドでは、衆議会議児童として知られる公営住宅に居住し、金は依然として不足していた。ルースパークは、カトリックの小学校に通った後、中学校への部分的な奨学金を獲得しましたが、 高校教育は出席する余裕がない期間のために途絶した。彼女はまた、オークランド大学で外部学位コースを修了した。パークがプロの作家として最初に世に出たのは、オークランドスターが見にジャーナリストとして雇われた時であったが、彼女は自分に与えられた任務に挑戦しがたいことに気づいた。彼女は視野を広げたいと思い、サンフランシスコエグザミナーからの求人を受け入れたが、 真珠湾攻撃後の米国への入国要件の厳しさで計画の変更を余儀なくされた。代わって1942年にオーストラリアのシドニーへ移り、そこで別の新聞に職を得た。同年にルースは新進のオーストラリア人作家ダーシーニランドと結婚した。彼女は数年間ペンフレンドとして連絡を取り、移住の前のシドニー訪問で、 ようやく対面した。そこで彼女はフリーランスのライターとしてのキャリアに乗り出した。パークとニランドには5人の子供がいて、そのうちの末の双子の娘であるキルメニーとデボラは差し絵画家になった。ニランドが49歳で心臓病によりシドニーで死去し、またキルメニーにも先立たれたことで、パークは大きなショックを受けた。パークには11人の孫と5人の彦がいた。 作家のレイフチャンピオンはギリの息子である。さらに、ダーシーニランドの兄弟ベレスフォードは、ルース・パークの姉妹ジョセリンと結婚した。1942年に、アイダ・エリザベス・オズボーンが ABC ・チルドレンズ・セッションの連載を執筆する、契約を結んだとき、彼女はシリーズ、ワイドアウェイク・バニップを執筆した。主演俳優のアルバート・コリンズが1951年に、 突然亡くなった時、彼女は方向を変え、最初に、レオナルド・ティール、次に、ジョン・エバートがタイトルロールを務めるマドルヘッドのウォンバットが誕生した。シリーズは1970年に、ラジオ番組が折りたたまれた時に終了しました。1962年から1982年の間に、彼女がキャラクターについての一連の自動書を書いたほどの人気であった。 彼女の最初の小説はザ・ハープ・イン・ザ・サウスで、これは37の言語に翻訳されたシドニーでのアイルランドのスラム街の生活のグラフィックストーリーであった。文芸評論家から絶賛されたものの、この本はその率直さから一般の人々の間で物議を醸し、一部の新聞の手紙作家からはシドニーにはスラム街がなかったため残酷なファンタジーと呼ばれていた。 しかし、新しく結婚したパークとニランドはサリーヒルズの荒れた都心部の郊外にあるシドニーのスラム街にしばらく住んでいて小説の正確さを保証した。絶版になったことはない。シドニーのスラム街の生活は彼女の子供向け小説ゲームウビーティー棒で繰り返されている。パークは1949年に出版されたプアーマンズオレンジというタイトルのフォローアップ小説で 最初の成功を収めた。1950年代、家族を育てるという要求にもかかわらず、彼女はたゆまず書いた。シドニーモーニングヘラルドで発表された2010年のトリビュート記事によると、彼女は文学エージェントのティムカーノーによって書かれ、この10年間だけで5000以上のラジオの脚本を制作し、新聞や雑誌に多数の記事を寄稿し、より重いフィクション作品を執筆した。 彼女は、その後、他の小説の中でも取り分け、ザ・ハープ・イン・ザ・サウスの前編である、ミソスを書き、映画やテレビの脚本を作成した。彼女の自助伝、エーフェンス・アラウンド・ザ・クックルとフィッシング・イン・ザ・スティクスは、それぞれ、ニュージーランドとオーストラリアでの彼女の生活を、扱っている。彼女はまた、ニュージーランドでの金サイクスについての小説セット、ワン・エー、ペッカー、 2ーエーペッカーを執筆した、オタゴ地方。その後、ザ・フロストセファイアーに改名された、パークは再婚しなかった。1946年から2004年の間に、彼女はオーストラリアと海外の両方で文学に貢献した、ことで、数々の賞を受賞した。彼女は1987年に、オーストラリア勲章の会員になりました。 1974年から1981年までパークはノーホーク島に住み本やギフトを販売する店の共同経営者を務めた。しかし彼女は晩年にはシドニーのハーバーサイド郊外のモスマンに住んでいた。彼女は2010年12月14日に93歳で睡眠中に死去した。ありがとうございます。